な、あれというのは何かですって？おお、あなた、私に霜の話をする気ですか？人は食べたらあれをビルドするものでしょ？ビルド。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、びっくりした、大ネズミがあるかと思った一瞬。焦る。さあ、ってことで、あ、そう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 。君だよ、君ドルトン。おお、会えなよ。このところ目覚ましく活躍しておるな。お主の父たる我が輩も鼻が高いぞ。いつから父になったんだ、ドルトン。だが、我が輩はまだ満足せぬ。我が輩もさらにものづくりに力をつけたい。そして農園仲間をもっと増やしたいぞ。皆の願いを聞いて、農園の中にたくさんのものを作れば、皆がものづくりにかけらを落としてやろう。そのかけらで金を鳴らせば、皆のものづくり力を高めて、新たな仲間も呼ぶことができるはずだ。さあ、会えなよ。皆の願いを聞いて、ものづくりにかけらを集め、ビルダーの金を鳴らしてくれ。まあ、それはね、頑張るけど。あ、君、どうした？ピース。アイナ殿、いい手をしてものづくりに手を染めていますね。どうか私の願いも聞いてください。私はもともとビルダーだからね。この地の住人の幸福のために、壺と壁掛けタオルがある超小さい部屋を作っていただきたいんです。それは、あれなの、お風呂ではダメなの。え、どうせなら大きい部屋を作ろうですって？超小さい部屋でなければ、落ち着いてあれができないんです。あれをするためにどうか超小さい部屋で。さあ、超小さい部屋に壺と壁掛けタオルを置いて、皆さんがあれをする部屋を作ってください。何あれって。あれって何？え、なんか、昆布持ってない君。何昆布食べるの？昆布入れとったっけ？ちょっと、いまいちわからんけど。よくわからんけど、超小さい部屋ってどれぐらいの大きさなんやろ？皆さんがあれができる部屋。何やあれって。いまいちわからんけど、これぐらいのスペースでいいんかな？めっちゃ小さすぎ？本当によくわからんね。とりあえず、このスペースを利用しましょうか。小さすぎと言われたら、それはそれでしょうがないとして。これで落ち着いてあれができるって何やろ？なんか書き物とかそういう感じ？全然違うかな。はい。こんなスペースで小さすぎますとか言われたらどうしよう。知らんがなって感じやけど。入り口もめっちゃ小さくなる気がするけど。でも入り口あの一箇所っていうか、まあ、あの隙間があれば大丈夫かな。ここに土を。土はこれか？泥。まあいいや、はい。で、よいしょ。ほらしょ。で、ここの一箇所を入り口にしておけばいいかな。そう。間違えた。破壊しよった。はい。これで、よいしょ。これで、お、超小さい空き部屋。超小さいやね。よかったよかった。大きさ的にはじゃあこれで満足ってことやろ？ズボ。ああ、どこ行ったかと思った。はい、ツボ。で、タオル、タオル。壁掛けタオル。はい、壁掛けタオル。どこ？この辺？あ、こんな感じでよろしい。トイレ！トイレになった！あ、なるほどね。そういうこと。え、ってことはさ、あれじゃない？ちょっと待ってね。ちょっと待って。これさ、位置変えよう。ちょっと邪魔邪魔。ちょっと待ってね。ちょっとすごい気になるけん、待って。よいしょ。扉開けてすぐにトイレあるのちょっと嫌じゃない？部屋って考えたら嫌よね。ってことで、こっちにやって、え、この辺にタオルつけとこう。もうトイレならトイレってはっきり言ってくれたらもうちょっと位置考えるんやけんさ。文句言うやつ。ほら、この辺。お。はい、これでトイレ。あー、待って。なくなってる壁が。お。え、置けない。あ、違うよ。これで良きですか？はい、超小さいトイレ完成した。はい、できたよ。ふ
るほど、私が長年求めてやまなかったあれ用の部屋を作ってくれたんですね。キャベツはあれを促すらしく、人目を盗んで外であれをあれするのはなかなか骨が折れました。今まで外でやってたんだね。先日は物陰であれしようとズボンをあれするところでチャコ殿と目があれしてしまって、なんか別にごまかさなくていいところをごまかしたらおかしなことになるよ。ん？あれというのは何かですって？おお、あなた、私に霜の話をする気ですか？人は食べたらあれをビルドするものでしょ？ビルド。さあ、アイナ殿、バリバリ食べて、もりもりあれしてください。そのための部屋があれなのですから。なるほど。ちなみに、あれの後は壺にあれが残ります。何かの素材にできるかもあれですよ。できるかもあれですよってなんや。何？肥料かなんかになるってことかな？肥やしになる、肥やし？でも肥やしってなんかキノコみたいな形しとったよね。別の、あれかな？別のあれかな？まだあと135必要だわ。さてことで次は君だ。ご機嫌いかが？よろしくってよ。あ、皆様、私はここに連行されてきて毎日が戸惑いの連続ですわ。ああ、皆さん、うっすら笑みを浮かべながら物を作って、ハーゴン教団の信徒たる誇りはどこに？お姉ちゃん、どこから湧いて出た？まだそんなこと言ってるの？嫌がっても体は正直なくせに。実はそうなんですの。私、皆さんの物作りを見ていると、なぜかお腹が空いて、何か作りたくって。アイナ様、小麦を焚き火に入れれば、美味しい料理が作れると思うんです。どうか、お願いします。ペコペコなお腹を満たすために、小麦でパンを作って私にください。お！なるほど、小麦を火にくべるだけでパンになるのか。めっちゃいいやん。よしよしよし。ってことで、小麦。これを、料理する。あ、時間がかかるのね。なるほど、なるほど。そういうことね。ほうほう。なになになに？拠点を狙うモンスター？なんかみんな昆布。昆布をめっちゃ。ちょっとやめてよ、こっちに来てんじゃねえぞ、おい。やめてやめて、そこ畑なの。うちの大事な大事な畑なんだから。ふぅ。ちょ、これさ、よいしょ。こっちがなんかちょっと入り口っぽい感じやん。ことやから。あ、方向が違うよ、方向が。こっちなの、こっち。こっち向いて。こっち向けて。私が持ってる方向がダメなのか？お。よいしょ。あゆなの村。オッケーイ。いいよ、いいよ。ほら、案内看板できた。ああいう飾りみたいなのもいろんなところにあるってことかな。あ、できた？もしかしてパン。やったー、ゲット！パンを初めて作った。やったね。あ、来た来た。どうも。自分で作ってね、今度から。まあ、アイナ様、小麦でパンを作ってしまったんですね。なんと罰当たりなことを。とはいえ、アイナ様、食べたいんでしょう、これが。お姉ちゃん、せっかく作ってもらったのに、その態度は何よ。ほんと、失礼よ。アイナ、作ってくれたそのパン、私たちにくれるわね。いいよ。うわあ、ありがとう。これで猛烈なお腹の音に悩まされずに暮らせるわ。この地で採れる作物を使えば、パンの他にもお料理が作れるはずです。焚き火にいろいろな素材を入れて、新しいお料理を作ってくださいますね。では、これをどうぞ。あなた様のものづくりへのせめてものお礼ですわ。お、小麦の種ありがとう。持ってんじゃねえか。でもお許しください。やはり私は、信じてきた加害の教えを、おいそれと捨てるわけにはいきません。ハーゴン様、見てください。私はいつでもビルダーが作ったものを壊してみせますわ。なんてことを。すごいなんか葛藤してるね。まあでもいい感じに。おお !555! よき。よき。で、あとなんかミミズンが何かしら言いたげじゃなかった？あれ？どこや？ミミズンじゃないんか？いらっしゃら、なんかあそこに糸が。糸が、倍しやがったな、ここ。なんてことしてくれてるんだ。いた、ミミズン。ねえねえ、アイナ。僕、指導から聞いたんだけど、リリパッドに草原を作ってあげて、草原団子をひらめいたんでしょ？そう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 。
ミミミ、どうして早く言ってくれないの？そんなニュース真っ先に僕に知らせてよ。ミミミ、アイナは農園作りばかりに目がいって、緑の草原作りなんか興味ないんだ。でも僕は違う。死んじゃったパパやママ、おじいちゃんのうねりにかけて、緑を作りたい。うねりにかけて。草原団子は草原根元と小屋しから作れるんだよね。小屋しあれキノコじゃないのか。キノコなんかな、やっぱり。さあ、お願いアイナ。二つの素材から草原団子を一つ作って、村の畑以外の草原にしたい場所に置いてみて。そうそう、素材の小屋しは超小さい部屋の壺に手を突っ込んで手に入れてね。もし手が汚れても、服で拭けば、やだやだやだ。服では拭きたくない。おー、すごい、なんか座っとる。ちゃんとトイレ部屋に置いとる壺はトイレとして認識してくれるんやね。ちょっと待ってね。なんかめっちゃゲットした。めっちゃゲットしたよ。ってことで、これで、作れない。あ、草原の元がいるんや、くそ。草原の元がいるということは？またあれか、湿地帯に飛べばいいんかな？湿地帯、湿地帯、湿地の入り口。はい、ワープします。よし、来たー。ここで、窓ハンドをやっつければよろしいはず。どこや、窓ハンド。あ、おったおったおった、あっち側や。ちょっと待っとけよ。ちょっと待っとけよ。どこ行った？あ、おったおったおった。せやせやせや。草原団子を落とすがいいさ。イエーイ、いた。草原団子じゃねえよ。草原のもと。こんなもんじゃ足りねえ。あ、いっぱいおる。いいね。別の方と戦ってよ。こっちは私がやってんだから。お、草原のもとめっちゃゲットできたやん。感じや、いい感じ。この辺ね、ちょっと、窓ハンド狩りのアイナとして、名を轟かせねばならんね。あ、この穴行ったことあったっけ？何かしらありそうな穴じゃない？行ったことないかな。あ、あれか。あの女の子たちがおったところか、これは。ですね。そうですね。これも持って帰れるやつじゃない？飾りとして。ってことはだ。ま、この鎖はいらんとして、あ、違う違う。鎖はいらんとして、ちょっとこっちのさ、飾り取っていこう。イェーイ、教団の壁掛けや、これ。教団のや、大丈夫か。まあ、別に教団を支持するわけじゃないけど、支持するわけではないけど、まあ、ちょっと、おしゃれとして、おしゃれとして、寝床に飾ろう、寝床に。よいしょ、よいしょ。だってさ、かわいいやん、普通に。なんか骨めっちゃ持っとるな、私。この教団の壁掛けを、いいね。ちょっとずつおしゃれにしていくやつ。よーい、そして、草原団子。作ったよ、ミミズン。どこ行った？あ、おったおったおった。作ったよ。草原団子何個必要なの？あ、なるほど、置いてみるのか。草原にしたい場所に置いてみて。草原じゃない場所はどこだい？畑以外のって言ったよね。この辺？これ草原じゃないのかな？あ、なんか来たよ。要はあれやろ？こういう、青々とした緑になるってことやろ？ってことはここでいいってことかな。とりあえずこれ邪魔だな。うるさいよ。邪魔邪魔邪魔。待って、私、キャベツ食べたい、キャベツ。キャベツ、キャベツ、キャベツ。よし。もっしゃ、もっしゃ。はい、オッケー。この辺の余計なものをね、刈り取っておきまして、今邪魔。ちょ、暗くなってきたな。とりあえず寝よ。自由気ままに行きます。私はちょっと寝るね。
やー、いい飾りだわ。いい飾りだわ、これ、壁掛け。よきよき。私が寝た後ちゃんと働いてたんだろうね、君たち。それに君たちは日が沈んだから寝るっていう必要はないんだよ。よし。で、この辺りに置けばいいわけでしょ？よいしょ。なんか天気悪い日が続くね。なんだなんだ。お。あ、また。また破壊されてるし、この辺。ああ！ちょ、なんてことしてくれてんの？これ、当選ボネズミって言うの？おお、なになになに？新たなレシピひらめいたよ。あれ？なんかさっきまでさ、荷物の中入らんかったのに急に。当選簿している大ネズミの人形。あ、作れるようになったっぽい、これ。なんか知らんけど。作れるようになったよ。これちゃん、あー、消えてる！何してくれてんだ何してくれてんだ、やめてよ。せっかくの。せっかくの家具を。家具せっかく私が描いてたアユナ村っていうのを。ふっ。がつくぜ。あ。この辺直しとく。お。オッケー。あ、で、ここに。この草原団子を。置きます。この辺にしとこ。置きます。おぉ、ミミズンが。よいしょ。わさ。あー、びっくりした。やったね。あれ、やっぱり。やっぱり草原になる部分めちゃくちゃ少なかったんだけど。やったー、ついに草原を一から作れた。これだよ、これ。この味だよ。この草原団子があれば、僕いくらでも草原を作れる。いつかモンゾーラ順地面を草原にするんだ。うきゃー。おー、走ってきた、走ってきた。噂の草原団子っていうのが完成したんですね。素材は何を使ったんです？うんか、うんか。え、あれ？あれって何です？おほう。お、来た来た来た。噂話を聞きつけて。素晴らしい緑を作ったな。この調子で草たちを破壊していけば、島に緑が戻る日も遠くはなかろう。ははは、悪くない。やっぱりこいつが空っぽ島に来てくれれば、ルルの願いも叶えてやれそうだな。ルルは一体どうなった？ありがとうね、みんな。この調子で島を緑でいっぱいにして、いずれ花も咲かせよう。いいね、花。お花ですか。私今まで一度も見たことがありません。その日が来るのが待ち遠しいです。存在は知っとんかな？文献とかで？もしや。こんだけしか緑に。あ、待って、言ってるわ。あ、びっくりした。ならんのかと思ってんやん。やめてよ。びっくりさせないで。焦るやん、めっちゃ。ねえ。よし。あ、あと33やん。あとちょっとー。あとちょっとでゲットできるよ。ゲットできる？何が？あとちょっとで。報告ができるよ、ちゃんと。はい、ということで。あー、もういろいろと。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかちょっとさ、いろんなところに行って飾り的なものを撮ってくるのも楽しいなと思い始めた。ちょっとした余裕